スープはカナダアルバータ州カルガリーに拠点を置くウエストジェット航空が運営する超低コストキャリアである。スープは新たなビジネスモデルを用いてカナダ市場に急降下するという意味を持つ。ローンチ直後、親会社のウエストジェットはスープをカルガリーだけでなくエドモントン、アボッツフォード、ウィニペグノなどの近郊の都市にも拠点を置くことを発表した。 2018年2月1日、スープはハミルトン・ジョン・シーマンロ国際空港をハブ空港とすることを発表し、チケットの販売を始めた。ボーイング737から8002017年4月、ウエストジェット航空は超低コストキャリア市場に参入し、ニューリーフに競争するため、新しい航空会社を立ち上げる計画を発表した。ウエストジェットは、 2017年末にチケットの販売開始を目標としていたが、2017年の8月に予約システムの変更を行った影響で販売は2018年6月に延期された。スープは2017年9月27日に正式発表された。親会社であるウェストジェットの運賃よりも基本運賃が40%低くなるとされた。また、 6機のボーイング737から800型機で運行を行うことを発表。その後、チケットは2018年2月1日に発売となった。2018年7月20日、スープは2機のボーイング737から800型機を投入した。最初のフライトは、ハミルトン・ジョン・シー・マンロ国際空港からアボッツフォード国際空港で、その飛行費用は、 平均103ドルであった。ウィニペグ・ジェームス・アームストロング・リチャードソン国際空港、エドモントン国際空港、ハリファックス・ロバート・ウィル・スタンフィールド国際空港も、就航地となり、所有している2機の航空機は2018年末までに6機に、2019年には10機に拡張される予定だった。2018年8月2日、スープは同年10月中に、米国へを、 就航先とするカナダで最初の超低コスト航空会社となり、ラスベガス、フェニックス、タンパ、オーランド、ラスベガスラスベガス及び、フォートローダーデールへのフライトを開始することを発表。また、10月のサービス開始に先駆け、2018年12月と2019年1月に予定している4つのメキシコとカリブ海へのフライトを発表。2018年10月20日に、 スープはアメリカへのフライトの承認が降りなかったため、2018年10月27日までアメリカへの就航を遅らせることを決定した。さらに、スープでは2019年4月から5月にかけて、ロンドン・ケローナ、オークランドへのサービスを開始する予定である。スープでは、ボーイング737から800を運航している。スープは2018年に6機の航空機で運航し、 2019年春まで20機に拡大する予定である。スープの機材には、各座席にトレーテーブル、座席ポケット、調節可能なヘッドレスト、および可動式の肘掛けが搭載されている。スープの機材には、白地の機体の側面にピンク色の大きなスープロコが描かれている。各機材の両側にあるコックピットの窓の下に、ピンク色の文字で名前が付けられている。 各機材の名前は以下の通り、スープはアプリを通じ、機内エンターテイメントとインターネットを提供している。スープアプリは、携帯電話、タブレット、ラップトップなど、あらゆるウェブベースのモバイルデバイスからアクセスできる。アプリの機内エンターテイメント部分は、スープストリームと呼ばれ、スープストリームを通じ、乗客フライト中にストリーミングされている最新の映画や、 テレビ番組を見ることができる。サービスは現在無料だが、スープはこれを有料サービスにする予定である。2019年3月1日から、スープは無料の機内エンターテインメントサービスの取りやめを始めた。だが、インターネットの提供はすべてのフライトで続ける見通しである。現在、インターネットには、スープストリーム経由でアクセスでき、 時間に応じて有料で利用できる。スープの機材では、それぞれの航空機の各座席に AC 電源と USB ポートを装備している。スープは直行便の路線に焦点を当てている。目的地に関しては、スープの最大の拠点は、ジョン・シーマン・ロー・ハミルトン国際空港で、ここからほぼすべての目的地に運航している。スープの西部の拠点は、 エドモントン国際空港である。サングスター国際空港などのいくつかの目的地は季節ごとに運航している。現在の目的地は次の通り。2019年、スープはアメリカ合衆国とカナダ、メキシコの以下の目的地にサービスを追加する予定。ありがとうございます。